テオドール・アイマー・ダイア・アービルドン・ウント・バーバンツ・チャルファット、バイデン・シュメター・リン、グスタフ・ハイン・リヒ・テオドール・アイマーは、ドイツの動物学者。スタッフ生まれ、ビュールツブルク大学で、プロセクターとして、若手教員として過ごし、1875年に、チュービンゲン大学の動物学と比較解剖学の教授となった。1870年7月18日に、 アーティストのアンナ・ラ・タラスと結婚した。アンナは結婚生活の中で彼の科学出版物を挿絵を描いた。アイマーは変化の方向が制限されるために特定の経路に向けられた進化を説明するために抵抗進化説という用語を広めた。彼の理論は1880年代にドイツで人気となったが、1890年に 彼の著書大演出低音でアートン・アウフ・グランド・フォン、バーバンアー・ワーベナー・エイゲン・シャフティン・アー・ハデン、五星都線・オーガニチェン・ワスクセンズが、ヨゼフ・トーマス・カニング・ハムにより、オーガニック・エボリューション・アズ・ザ・リザルト・オブ・ザ・インヘリタンス、オブ・アクワイド、キャラクターズ・アコーディング・ツ・ーザ・ローズ・オブ・オーガニック・グロース、と翻訳されるまで英語圏の世界では広く知られて、いなかった。この本は主に同胞でありネオ・ダーウィニアンである。 アウグスト・バイスマンに対するネオラマルキアンの論争であった。オン、オーサ・ジェニシスと翻訳された後の著書は、より厳密には抵抗進化のテキストであったが、オーガニック・エボリューションは、種形成の複数のメカニズムを維持していた。モグラ科の動物、特に、星花モグラに見られるアイマーき感はこの人物にちなむ。彼は1871年に、 ヨーロッパモグラに見られるこれらの機関を記述した。寄生する原生動物の族であるアイメリアもこの人物にちなむ。マリアリンデンはアイマーの初期の女子学生になった。彼女はアイマーの指導の下で学位を授与され、1895年にカタツムリの殻の進化に関する論文を完成させ、自然科学の博士号を授与された。 彼女は1899年までアイマーの助手として働いていた。アゲハ長科の系統学も研究した。エイマー、GHT ダイアービルドンウントバーバンシャフトバイデン、シュメターリン、アイネシスタマティッシュダーステロンデアバンドランガン、アバートンウントアートンデアセイブルフォルター、アンディカンフォアマンデアギャトゥングパピリオ、12243ピアニッシモ、4プリーズ、23フィグス、 グスターベ・フィッシャー、イエーナ、1889は、死後の1889年に発表された。中便元で死去した。ありがとうございます。